科学警察研究所は日本の官公庁の一つで国家公安委員会の特別の機関たる警察庁の付属機関である。略称は家計研 NRIPs。警察庁の付属機関の一つとして設置された中央官庁。科学捜査、犯罪防止、交通警察に関する研究、実験を行うとともに警察内外の関係機関から依頼された。 証拠物等の科学的鑑識、検査を行うことを主な任務とする。警察庁長官の命を受け、科学警察研究所長が処遇を勝利する。大学との研究連携も活発である。似た名前の組織として、科学捜査研究所が存在するが、これは各都道府県警察本部刑事部の淵機関である。主な任務は、犯罪予防と犯罪捜査、 鑑識指導及びその支援並びに科学捜査に必要な機材の開発である DNA 鑑定キットの開発なども行っている。2005年度から DNA 情報の全国統括管理も運用され、犯行現場に残された血液、毛髪、体液一滴からでも対象の割り出しが可能となった。また、 犯罪に使用される投資した銃及び銃弾は全国からこの家計券に送られ鑑定等が行われている。精度の高い偽造通貨についても同様。内部組織については警察法施行規則第2節付属機関第2管科学警察研究所に規定されている。付属鑑定書は警察法施行規則第81条第2号第82条第2号 第83条、第2号及び、第84条第4号に定める鑑定及び、検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び、検査に関する事務を司る。法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する、専門的事項について、研修を行い、並びに、これに必要な研究を行う。 専門的分野の教養を行うため、寮が併設されており、研修生はそこで、全寮制の生活をすることとなる。官邸業務の経験年数、身分等に応じて、以下の各課が設置されている。近年、多発する凶悪為域犯罪、異常凶悪犯、急増する交通事故などの解決に向けて、あらゆるプロジェクトが推進されている。自動車ナンバー自動読み取り装置も、 この研究所が民間企業と合同で作ったもので各種の最新警察機器の開発も行われている。主なプロジェクトさらに近年では犯罪の多様性に鑑み、科学捜査を刑事捜査に本格的に導入することが検討されており、実現すれば全面的な科学捜査主体の犯罪捜査が執行される予定。ありがとうございます。